なのに行くん。向かい酒したら大丈夫。台湾だ。ぶっちゃけまあ最後飲みましたけど。トゥナイトファイブ。さて始まりましたギャングマンモスのトゥナイトファイブのお時間です。このトゥナイト、こんばんは。はい、こんばんは。よいしょ、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、このトゥナイトファイブという番組は吉本沖縄の若手芸人5組が月曜から金曜の23時から1時間楽しくお送りするという番組です。楽しくお送りするという番組です。楽しくお送りします。はい、そうです。で火曜日を担当しますのがギャングマンモスグヤチャキーとギャングマンモスの小橋翔です。よろしくお願いし、マンモスパオーン。はい、はい、よいしょ、よいしょ。いや、ツイキャスもね、今始まりましたよ。はい、ちょうど始まりました。はい、ちょうど始まりました。はい、ガンガン、よろしくお願いします。はい、ガンガン頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。さあ、この番組ですね、メッセージを募集しております。はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。メールファックスを送る際には懸命にギャングマンモスと入れてください。はい、また FM koza ではユーストリームで映像と音声を配信しております。ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。よいしょ。たくさんのツイートをお待ちしております。お願いします。はい、ということでですね、はい、まあ、今回1月に入りまして、うん、今回あの初ゲストを、あはは、はなるほどね、はい、お呼びしております。そうですね、はい、はい、トゥナイトファイブ初ゲスト、うん、お名前よろしくお願いします。皆さんこんばんは。沖日曜日の2時からやってます沖国ステーションから一人で来ました、美京です。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕たちはね、あの、はい、親しみがあの前の番組、そうですね、沖縄シティジャック、 ジャックの時から、うん、しょっちゅうあのみきおくんにはね、うん、まあ来ていただいて、かれこれ3回目ぐらいですかね。3回目ですね。3回目ですね。だから僕たちはミッキーって呼んでるんですけど、あ、ミッキー、皆さんもミッキーって呼んでもいいんじゃないですか、ね、おうちミッキーって呼んでましたっけ。あ、ミッキーって呼んでますよ。あ、そうなんですね。はい、じゃあミッキーで、ミッキーはね本当にね、うん、あの呼んでないのに来るんで今日本当はたまたま来たんです。たまたま時間空いちゃったんで、うん、はいはい、そういえばギャングモモス時間変わったんだよ。そうよ、うん、まあ、新年の挨拶もやってないし、ちょっと顔を出そうって思って行ったら、うん、今なんかここにいます。なるほどね。だってあのなんていうの、あ、ギャングマンモスが時間変わったか、うん、変わったし、はい、新年の挨拶もしてないから、ちょっとあの挨拶しに行こうかな、だったら分かるんだけど、うん、たまたま時間空いちゃったからっていうのがもうちょっと余計だよね。余計な発言だよね。本当に、しかもギャングマンモス3だからね。3、うん、まあ、だから、まあ、いいでしょ。そうそうそう、いいでしょ。ギャングマンモスって呼ばれて本当に一般なんてギャングマンモスって呼んでる人いっぱいいますよ。次から気をつけます。いいよ、ね、次から気をつけてね。本当にな。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、まあ、ミキをね、ミッキーを、うん、ミッキー来てるんですけど、ミッキー来てますよ。なんかミッキーに聞きたいことあります？ミッキーに聞きたいことっていうか、はい、だから急すぎるわけや、来るのミッキーかな。本当にあの、ま、何も連絡なしに本当に、やだから LINE ポンって入れてくれたらよかったのに。そうなよ、お前もう急に来るから、なんか忙しいかなと思って。まあまあ忙しいのは忙しいけど、ね、そう、今もね、うん、那覇で打ち合わせしてたんですよ、お笑いの。そうそうそう、あね、それでもう時間ギリギリに来て、うん、着いたらミッキーがいて、うん、明けましておめでとうございますって挨拶して、そうそうそう、まあ、結局出ることになるっていう、まあ、話すことも考えてないよねこっちは。正直なところ。だからミッキーがなんか話したいことがあるから来たとかじゃなくて、あ、学生の話をしてもいいんですか。いいよいいよ全然。あ、じゃあ、まあ、沖国生だからね、はい、沖国生最近はどうなの、沖国のこの心境といいますか。心境、何年生だっけ今。今3年生です。3年生、今度は上がって4年になるので、就活が入ってくるので、あ、来年から4年か。はい、マジか。ちょっといろいろお二人に聞きたい、まあ、仕事のこととか、ちょっと聞きたいな。あ、仕事のこととか、はい、聞きたいなと思って。いいですよ、別に。はい。今ですか。え、いつ話しますか。いや、もう MC が仕切ってください。いやいや、今ですよ、今でいいです。あ、今でいいですよ、全然、はい。あの思ったんですけど、二人って何の仕事してるんですか。俺たちの、俺たち二人、芸人、芸人、芸人、うん、
お笑い芸人絶対違う。あ、お前お笑い芸人よ。今年のもういや1月からや、うん、今年入ってから俺たちはもう職業お笑い芸人っていうことにしたから、ちゃんとあのねそうそうそう今年はねもうお笑い頑張ろうと思います、ね、うん、そう今年は、はい、今年もだね、今年もですけど、うん、今まで以上にまあ、頑張っていこうと、お笑いを頑張ろうということで、今まではあの何ちゅうの、いやお前仕事してる何してるって言われたら俺はもう速攻郵便配達って言ってました、言ってたね今まではね、俺も営業って言ってた、うん、でもやからもう誰に何て言われようがお笑い芸人なんで、そうお笑い芸人です、はい、今年はもう本当にねそれをちょっとねこう尖っていこうかなというか、うん、この研ぎ澄ましていこうかなと思ってるんでね、はい、あじゃあなんでだったらもうやる質問はないお笑い芸人に聞くことはない、ねね、何がしたいのじゃあ、なんでお笑い芸人になろうと思ったんですか。あなんだこの今回の回はなんだ、なんでなるほど、ね、なんでお笑い芸人になりたいと思ったか。いやだけどマジミッキー本当にありがとうね、うん、ミッキーが、うん、の番組に来てるみたいだよいや本当に日曜日来てくださいよ。あだからね、来ますよ。じゃあ今度なんでお笑い芸人か、これはもう本当によ、俺たちは21歳ぐらいの時によ、今いくつだっけ、今年22になります。22、あ、こんぐらいよ、本当に、はい、ミッキー、今のミッキーぐらいの年の時に、うん、俺たちもう毎週飲んでたわけ、うん、同じメンバーで、絶対に、うん、絶対同じメンバーで絶対飲んでた、本当に、しかも同じメンバー、そうで、誰かができないってなっても、まあこいつは一人かけるかもしれないけど、うん、その飲み会は絶対にあったわけ、あったわけ、あこの4名ね、そうで、その時にだから合コンとかもたまにはあるわけよね。うん、ありました。ただ俺たち男だけで飲むのと、うん、あの女の子がいる合コンの場合と、うん、であの合コンがね立て続けに入った時期があって、うん、その時俺たちはもう全戦全勝だもん。もうね、まあ、ちょっとねなんかこう、まあ、女の子がいっぱい笑ってくれるわけよ。だからなんかあのイケイケの人たちからしたら、うん、前線前哨とか言ったらなんかお持ち帰りとかなるかもしれないけど、そういうことではなくて、俺たち一回も持ち帰ったことない。このなんていうのやらしい気持ち一切ない、ないし、笑わすので前線前哨持ち帰るどころかアドレスも聞かないし、あのその女の子たちが何の仕事をしてるのかもわからないただただ3時間ぐらい飲むよ、3時間ぐらい、そうそうそう、バー飲んで話して、うん、ああ面白いなっつって、うん、後半ぐらいになってきた時に、うん、いやあの左から2番目の子の名前なんだっけ、あ、そうとかもある、余裕だったよ。だからもう本当になんていうのかな、ただただ笑わしに行ってる感じ、うん、そうえでバーンってから席も男が4なんて1列パーンって座って、うん、向かいに女が1列パーンって座って、そうそう、普通席交換とかあるでしょ、はい、やらない一切しない、え喋れなくなるから座る位置が全部決まってる、うん、そうそうそう、俺が左側、うん、こいつがあの右端で真ん中にあと2人とか、うん、そうあと1人とか、うん、もうこんなのも全部決まってる、すごい、一切動かない、だからもう着替えしない調子乗りやし、うん、もう女が死に笑うからもう毎回ね、毎回で、うん、やばいみたいな、そう俺たちやばいな、なんでこんなにウケるわ、お笑いのセンスがあるのかもしれない。そう、ね、そのちょうどぐらいに吉本沖なんかできよったわけ、うん、ああで俺たち一回内地に行こうってなってたっけ、ほんと、あそうそう、沖縄じゃなくて吉本の NSC、そうそうそう、あの東京にある、うん、あの養成所、お笑い養成所に行こうとしてたわけ、ほんとはね、うん、でみんながもう俺たちは お笑いがすごすぎるから、うんうん、あおはございます、おはようございます、おはようございます、おはようございます、おめでとうございます、明けましておめでとうございます、すいません、ラジオの皆さんね、今ですね、あのブースの外の方にあのドンがいまして、ドンがね挨拶しないといけなくて、はい、挨拶いやいやね、いやいやしました、はい、してました、しかも俺指向けられてなんでいるみたいなね、で内地行こうってなったんだけど、まあさすがに内地まではちょっと踏み出せなくてね、なかなか足踏みしてたわけ、そうそしたら沖縄にバーンできたやん、やっぱ俺たちのためにできたやつさ、つってよっしゃ行こうつって、そうで入ったバーン、入った、おお、すげえ、やばい、きっかけが、ね、要は合コンで、うん、そう飲み会ずっと笑わし飲みの場で、うん、あすごいすごいよね、本当にね、なんか本当にきっかけってすごいっすね、きっかけなのかな、これが、まあ、きっかけだろうね、うん、完全に、えだからそもそも俺たちが変わってるの、 でも俺たち高校からこんなに仲良くないわけ、仲良くないわけ、俺小学校からこいつ友達だよ、一緒なんだけど、うん、幼馴染で、うん、ずっと一緒なんだけど、なんていうの、ずっとじゃあ遊びに行こうぜ、うん、でチャッキーと一緒に遊びに行こうぜとかじゃないわけ、なかった、高校の時まで、
本当に同じクラスとかにもなってんだけど、うん、違う人と歩いたりとかしてたから、そうで部活も違うしね、俺とチャキは、うん、なのに、なんかだから21歳、22歳の時に、うん、こいつと野球部のもう一人のやつがいて、うん、こいつは二人かよ、飲み草してたわけ。俺でもそっち、うん、そうでもで誰か探そう、いないわよって、野球部でこう、うん、仲良かったんだけど、結局なんかみんな高校卒業してから大学のメンバーとかと仲良くなって、うん、俺とこいつだけはずっと仲良かったわけ。もう一人いたやつ、このもう一人の野球部のやつ、野球部のやつが、うん、仲良くてずっと二人で飲もうぜみたいな話飲んでたんだけど、二、うん、人で飲んでるのも飽きてきて、なんかもう一人ぐらい呼ぼうぜみたいな、誰か呼ぼうぜみたいな、呼ぼうぜっていうのも野球部はいない、うん、ああどうするかってなって、こいつのだから仲良かったのが小場所で、そいつが小場所を呼ぼうぜって言って、そうそう、もう一人のやつが小場所も呼ぼうぜって言って、うん、で俺もこんなん、しかも夜中ぐらいにこいつらかけてくる、一発目の飲み会にこいつらと初めて飲んだ日、夜中ぐらいにかけてきて電話、よく取りましたね、まあ俺も取って、うん、まあまあ俺も暇だったからあの時、うん、もう暇なのに俺をなんてバイトをしてから、多分貯金も余裕で100万ぐらいあったあの時な、飲みにも行かないからねそうで季節から帰ってきたばっかりだったかもしれない、うん、そうだね、そうそうそう、でこいつは池原洋平っていうやつなんだけど、うん、池原洋平が電話かかってきて、うん、小橋を飲もうぜみたいな、あマジな俺今寝てよやとか言って、分かったじゃあ迎えに来てって言って、うん、俺も速攻でよ、上下青のランニングに着替えたわけランニングユニフォーム、ユニフォーム、マラソンのユニフォーム、フルマラソンのユニフォーム死にちっちゃい短いな、まあ、パンツみたいなやつと、うん、もう本当にノースリーブに着替えてからパーンってか走ってからこいつらのところに行ったわけ、うん、そしたらもうこれがめっちゃハマったらしくて、うん、でもそっからもう本当にもうずっと3人毎週や、うん、そっからずっと毎週、そうそうそう、それいきなりマラソンの格好で来られたら笑いますよ来たと思ったよマジで一発目え、どうしたのってなりますそう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 、いやもう爆笑でしたよその時で、チャタンだよ、秘密基地総本部に飲み行って、今はないけど、ありましたね、あのアジトのところですか、もっとあのところではない、三浜のあったっけ、中の桑江中学校の通りあったんですか、そう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 、知らねえ、あそこにあったんですよね、まあ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 そんな感じですよ僕たちは、懐かしいですね、はい、おお、はい、そんな感じですメッセージも来てるんですけどね、はい、キーちゃんさんです、はいどうも、はい、こんばんは、こんばんは、でモンチッチさんですね、はいどうも、んミキオさんって誰、そうですよね、そうなっちゃいますよね、それはねトナイト5ですもんね、まあまあまあ僕が気になるのであれば日曜日に見てください、お昼にやってますので、まあそうですね、モンチさんは本当にもういろんな芸人の方知ってる人、そうなんですよ、すげえ、芸人よりも多分芸人の人知ってるかもしれない、知ってるかもしれないですね、いろんなライブも行ってますからね、そうそうそう、はい、だからもしもミキオくんがね僕芸人ですって言ったら、もしかしたらモンチさん見に来てくれるかもしれない、あ嘘はつけないんで、あそうだ、ね、確かにな、空手家、空手家なんです、あの沖縄国際大学今3年生の3年生です、そうそう空手家で、ね、空手家でね、え最近去年か、全国大会でしょ、去年の11月の方、11月に全国大会全日本に行ってきまして、すげえボコボコにやられ帰ってきました、本当になあれって本当に殴り合うの空手って、そんなガツガツしないんですけど、ルールがあるんでしょ、顔はダメとか、あります、肘ダメとか、はい、そういったなんかがあるよね、あのフルコンタクトとか極真は顔は出しで、思いっきり他の部分蹴ったり、ちょっと俺ソフトコンタクトしか分からないんです、いやあの目の話じゃない、目じゃないですよフルコンタクトハードとソフトしか聞いたことない、でもフルコンタクト多分ヘッドギアみたいなのつけて、はいはいはい、やるのなんですけど、自分なんかスポーツ空手なんで、寸止めとかちゃんとしないといけないので、なるほど、殴らないの体、あのそんなに強くは殴らないです、そうなの、もう引く感じ、引く感じ、あーはーはー、なるほどね、それで勝敗つけれるわけ、ポイント制なんで、うん、あ、今のは入ってたなとか、審判が一人いて、うん、副審がで、主審が一人いて、副審が四隅に4人いて、そのフラッグで決めるんですよ、どっちに入ったって、赤と青のフラッグ持って、へえ、これ1本取れたらもう負けなの、8ポイント選手なので、なるほどね、ポイントも有効が1ポイントって言って、そんなのがあるんだ、技ありで 2点入るんです、技ありが中断蹴ったり、技なしはなんて、技なしは0です、うん、0? それはそう、技出してないのマジか、で1本無の状態で立ってる無の状態で立ってる、技なし技なし0点、いやいや、やらないよで1本が、うん、あの上段蹴りとか軽く決まった場合は、上段蹴り軽く決まるとかあるの、むずあの軽く当てる感じで振り抜いたらやっぱ怪我するんで、うん、振り抜いて
てしまった場合どうなるの？あ、だから、当たってしまった場合反則です。反則？反則取られます。減点になる。減点じゃなくてペナルティ課されて、うん、反則4回やったらもう失格なんです。へぇ、3回までボコボコに殴られるんだ。やばいな。でもひどかったら一気に2回分までいきます。あー、なるほどね。あー、なるほど。あの、だってや、こんなハイキックなんてそんな急に止めれんよ、うん、絶対止めない。だってあれ勢いよく上げてるでしょ。そう、そんなに勢いよく上げないです。上げない。だってそうしたらもう余裕があるでしょ。だからシュッてできる、うん、あの、そうそう、力んで蹴ったら動き相手にバレるんで。あ、なるほどね。力抜いた状態で一気にもうスッて上げて、いや、バキやした、バキ。あれだ、ボクシングでいうこのジャブみたいな、あ、モーション、振りかぶらなパターンだ、はい、パンパンみたいな。へぇ、すげえ。そのキックバージョンがあるなんてな、やばいな。難しいっす。あ、じゃあ、あの、やっぱり空手やってるから喧嘩強いの？いや、喧嘩はあんまし、中学校まではしてましたけど、高校からはしてないです。怖、マジ怖い。やば、おいつマジ喧嘩嫌いだから。あ、俺喧嘩が大嫌い。痛いのと喧嘩が大嫌い。喧嘩大嫌い、俺も、うん、本当に。あ、自分も痛いの嫌いですよ。喧嘩も嫌いですけど。だから俺は強くなったんだろう、殴られないように。違いますよ。中学校はあのやんちゃしてるところが、自分が殴られるぐらいだったら人を殴ろうって。ああ、そうそう、デージ最低なやつ。そんなのない、そんなに。それじゃない、それじゃない。中学校はあのやんちゃしてるやつが多かったんで、同級生とか先輩とか後輩にも。マジな、その影響で。なんか絡まれたりして、うん、いやめんどくさいんですけど、うん、いいよいいよいいよって言ってもなんかつっかかってくるんで、お前ちょっと来い。怖、はいはい、いや怖、ミッキーがちょっと来いって言った。全然ミッキーじゃないこいつ。全然じゃないやこいつな。何かワッキー。いやいやいや、ワッキーさんいるよ。ワッキーさんの話ではない。悪いミッキーで、悪いミッキーのワッキーって言うんだ。じゃあワッキーさんしか出てこないから。俺のミス、これお前のミスだよ、完全に。俺のミス。俺もそれ出てきた。そうだね。そうだ、俺のせい。え、今週のトークテーマ発表して。あ、そう、今週のトークテーマどうしましょうかね。今週のトークテーマはですね、はい、まあ、2週目、前回が、何でしたっけ。前回ないです。前回なんかあったんですか。え、はい、今年の抱負の話しませんでした。あ、今年の抱負の話をしただけです。あ、しただけですか、はい、トークテーマはないです。トークテーマどうしましょうかね。トークテーマ、トークテーマ、じゃあチャッキーさん考えておいてくださいね。わかりました。ゆうみなっこさんから来てまーす、はい、ギャングマンモス様。あ、どうもこんばんは。こんばんは。23時12分頃から聞いてますよ、はい、ということで、かれこれ5分経ちますね。よし、あ、5分の間に何回笑ってくれましたかね。あ、いや、わかんないです、ね、そうですね。じゃあミッキーが結構ボケてたから。いや、ボケてないだろ。20回は20回は笑ってんの。全然ボケてなかったよ。ゆうなさん、ありがとうございます。じゃあ街で絡まれた話にしようぜ。うわ、何怖。街で絡まれた時の話。話絡まれたことありますかって話ですか。トークテーマ、あ、何でもいいんだよ。だからなんていうの、あ、こんな人に絡まれました。あ、そうそうそう、だから酔っ払いのこんな人に絡まれました。あ、でもいいし。あ、なるほどね。そうそう、ヤンキーに絡まれたとかいいですね、うん、じゃあ今週のトークテーマ、街で絡まれた時の話ということで、まあ、酔っ払いに絡まれたなど、ヤンキーに絡まれたなど、そういったトークでいいんですよね。はいはい、はい、そういったトークをどしどし皆さんお待ちしております。はい、ちなみにね、僕は、うん、この、まあ、小学校6年生の時なんですけど、ここのね、パーカー部にあるじゃないですか、はい、一番奥何でしたっけ、コリンザ、はい、コリンザのちょっと 100m 手前ぐらいですかね、ヤンキーに絡まれたことあるんですよ。小学校6年生の時に。小6。最悪だな。めっちゃ怖かった。多分ね、高校生か中3ぐらいの多分人なんだろうな、で、3名いて、僕男友達で2人いたんですよ。2人で歩いてて、コリンザとは反対側にこう歩いていたんですけど、うん、で、あの店行きたいなって指を指してたんですよ、友達に、はいはいはい、あの店行こうぜっつって、うん、そしたらその店 の, 入り口の方にヤンキー3名いて、おい、お前たちみたいな、反対から分かったってきて、お前ち何、誰に指さしてるのみたいな、はいはいはい、いやいや、最悪ですね。いやいや、あれですよ、この店に行こうぜって話しただけです。うん、嘘つかまえ、ちょっと来いっつって、2人前にいて、後ろにでかい、多分170とかあるんですかね、あの、はいはいはい、ある人が後ろに立ってるんです。死にマガーだ。マガーが立ってるんですよ。うわ、逃げれねえと思って、うん、で、前の2人がこうなんていうんですか、角に曲がった時に、後ろの人に、あ、すいません、僕親がコリンザで待ってるんですと、本当に待ってたから、親が待ってるんですよって一応言って、そしたらこの大きい170ぐらいの人が意外に多分優しくて、へー、前の2人に、おい、お持ち、こんた、親待ってるっていう、なんかね、
俺ちょ優しくなんか逃がしてあげようぜこいつらみたいな感じだったんですよ、はいはいはい、でも前の二人がイケイケで「うん来い来い来い」っつって、おもう窓角に曲がって、その後ろの人も「うん、あいいよじゃあ一回来てみ、一回だけ何もしないよ」っつって「一回だけ来てみ」って角曲がった瞬間、うん、俺ねもうコリンザに向かって全速力で お友達置いてから一人で走って友達置いてから友達置いて死に全速力で逃げたんですよ。親子関係そして後ろ見たら、うん、その友達死に焦ったんでしょうね、おもう俺より日頃足遅いのにビビりすぎて完全に俺抜いてから行けた俺追い抜いていく死に早かった、死に早かったあいつ、あの時はカジバのバカ力だ、そうそうバカ力いやっていうね、この思い出があるんですよバカに、には僕は背びられたっていう、怖かった、初めてですねあれが、最悪だね、最初で最後の話でした、ね、あるなんか絡まれたこととか、ミッキーは去年の8月までコンビニでバイトしてて、8月まで、はいはい、隣が居酒屋だったんですよ、だからしょっちゅうあの酔っ払いとかは絡んできました、うわあんまそういな、あと高校が近くにあって、うん、定時制もその高校にあって、うん、はいはいはい、定時の生徒たちが来て、ああちょっとまあ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 ヤンキー系だよね本当にね、よく喧嘩してました。おいやめろお前、店員が喧嘩すんじゃないよ、あ手じゃないですよ、口で、口喧嘩ね、うん、お前ら店の前で取ったら邪魔だから帰れ、あよく言うな、そしたらなんて、あの子たちは、あおう、はがってなる、え何、学校に連絡されるか俺に死なされるか選べ、やば怖っマジで、二つとも嫌だよ、やいやどっちも嫌せめてもう一つ甘い汁を吸わしてあげる、そう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 、その時マジもうイライラしてて、もうこっち血管出てたんですよ、うんマジな、やばい、もう一つなんか変えるかどっちかに知れずナッパやしわかりますけど、ナッパやしやお前死なされるか学校に出ます、二択が知り怖いや、二択が嫌な、二択今変えるんだったら何もやらないよ、言わないよ、どうする、あすいませんパパパパ帰るわけね、帰って、あやばーこいつ、そうだなコンビニのバイトもクソガキがと思います悪いやっちゃなお前も、まあ、自分の高校の近くのコンビニだったんですけど、はいはいはい、ダメやしお前も、自分の中の後輩にもイライラしてました。いやいや、もうヤンキーやしゃ。ヤンキーじゃないですよ。ヤンキーですよ。ヤンキーですよ。こんなもんヤンキーでもしかしたらもう。ヤンキーの俺も絡まれた、何どこで19歳ぐらい高校卒業して、俺すぐ紫村っていう読谷のレストランで働いてたんだけど、はいはいはい、そこってなんていうの、高校生とか、うん、専門学校とかそこら辺の修学旅行生がお昼ご飯とか朝食とか食べに来るとか、そしたら俺たちもなんていうの、一気に朝弁当バーン作ってそれを振る舞うとか、そばバーン作ってそれを振る舞うとかね、うん、でそんなのバーンってやってて、でなんていうのか、このヘルプでそこの修学旅行生がそば屋さんに来たら僕もヘルプでそばを出して、うん、でまたレストランに戻るとか、うん、こんなんやってたわけ、はいはい、でそば屋さんでそばバーン出して、うん、レストランに戻ったら、うん、ちょっとなんていうの、俺当時ちょっと金髪気味の明るい髪型で、うん、いや金髪のちっこいのちょっと呼べみたいに なったらしくてなんでだこの蕎麦屋さんの店員から、うん、でレッスンに電話かかってきて、うん、ちょっと行ってみたい、うん、で俺行ったら、うん、この女子高生たちと一緒に写真撮りまくったって意味よや、いいないい話でしょ、イケメンエピソード、まだイケメンだよやらんでイケメンだよ、いい絡まれ方じゃないですか全然イケメンじゃないよ、イケメンエピソードがあるんですよ、イケメンじゃないよお前は絡まれたの何の話よ、これ絡まれたら絡ま…大体自分に絡んでくれっつって、ああなんか変なバカみたいなヤンキーかクソ酔っ払ってる中年ぐらいしか絡んでくれないっすよお前になお前だから引き寄せるのがあるんだぞそんなの、うん、よかったよ、嫌です俺も嫌やさ、うん、絶対嫌ですよ俺は、もうミッキーじゃなくてよかったもんあ、なんかメッセージ来てますか、はい、いっぱい来てますよ、はい、ゆうみなさんですね、はい、ゆうみなさん絡まれた話ないんですか、はい、ゆうみなさんから来ました、はい、絡まれた時の話ないです、以上、はい、以上です、以上ですじゃないですよすいません、なんかあるでしょう、あるよね、ナンパされた時の話とかあるんじゃないですか、ありますよ、絶対にナンパも絡まれてですからね、なんでもいいんですよ、そうですよ、だからなんていうの、ライブ終わって、うん、芸人に変な絡みされたそれのもあれですよ、全然
あの時どう対処していいか分からなかったっていうことで、ギャングマンモスはね基本あの写真撮られ待ちなん で、ライブ終わり後、うん、でユーミナさんバーン出てきたら、うん、ユーミナさんに向かって写真撮ってくださいアピールします、ね、そうユーミナさん来てくれるんです。ユーミナさんを撮ってくれるから本当にありがとうございます。小田之助も行きますよ、ね、デジカメで。あ、小田之助も来てくれたね。白いデジカメで撮ってくれるんですよ。覚えてる、はい、覚えてますよ。白いカメラが出た瞬間俺ちゃんポーズ決めてますから、ね、よっしゃっつってね。はい、沖縄モンチッチさんです。5年前くらいに朝、うん、仕事の送迎バス待っている時に、うん、外人酔っ払いに、うわ怖わ、お姉さん何してるの、わおやばと腰に手を回されたことがありました。わおわお、これめっちゃ怖くない？めっちゃ怖いな、これはな、これは怖い。俺もうダメやすさ、もう俺ちょ外国の方に絡まれたら、うん、どうしよっかな俺。でも俺一応よ、うん、あ、どうなんだろうな、俺の中で外国人って優しいイメージだっけ。あ、だから意外によ、おいとか言って、あ、ノーノーノーとか言ったら意外に、あ、ソーリーとか言って、うん、行きそう、行きそうな気がするんだよ。まあ、なるほどね。俺外人にも絡まれたことありやすさ、そういえば女、いや男、男、うん、なんて男、戸口のビーチだよ。外飲みって読谷では結構ある、当たり前だわけ、読谷の若い人では。そうそうそう、で戸口のなんていうの、だから外飲みしてたら、うん、当時何歳ぐらいだったかな、21人かな、これもまた、うん、でこの高校の時の同級生友達と飲んでたわけ、うん、だ俺男3人と女3人ぐらいだ、え舞妓たち、ああ、うん、クラス会みたいな感じだ。そう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 、いやクラス会でもないじゃん、ちっちゃいみたいな、あばーって来て、うん、そうそう、でそしたらもうあのちょっとあの丘の上のテーブルみたいなところで飲んでたわけよ。あるあるある。それ飲んでて、で写真撮ろうぜみたいな、うん、あ俺カメラ車にあったやつだとか、この丘の下まで行って駐車場があるんで車からカメラ撮って、また丘の上まで登ろうとした時、俺鎖が見えんくて、あーうん、この鎖にめっちゃつまずいてから死にダッシュで、うん、バーンこけたわけよ、うん、もうカメラも壊れたぐらい、うわ、うん、そしたら遠くから外人が見てて、あっはっはっはっって笑ってる通り、うん、でも俺がもうあまりにもあっ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 あ、オッケーオッケー、ちょっとめっちゃ怖くなってから痛みも忘れるぐらい、うん、外国の人が寄ってきたから、あ、オッケー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 って言って丘の上に登っていったら、この外国の人たちがついてくるわけ。なんでよ、だからなんかあるいっぱい楽しいじゃないか。そうそうそう、でそしたらそこにはもうこの楽しそうな空間が広がって、うんうんうん、でなんか一緒に飲もうパーショったっけ、まあしそうだな、うん、外人はあの、そしたらやっぱりどう対処したらいいのか分からんけど、まあ難しいなこれは。な、俺が連れてきたし、うん、俺がどうにかなんか明るさで対処できないかなと思って、へえ、なんとか、へえへえへえ、オッケーオッケー、おこれノーノープリーズノープリーズ、ノーもう来ないで、hey. 来ないノーノーノー、エンジョイエンジョイ、オッケーおいイエスオッケーバイとかずっと言ってたわけ、うん、でも帰らんパーするから、俺その時マジムキムキで、お前がムキムキって言ってもあの喧嘩とかのムキムキじゃなくて、うん、本当に筋トレのね、あ懸垂が俺30回ぐらいできる人だったっけ、うん、結構きついよ、そうそうそう、エグザイルぐらいよ、エグザイルぐらいマジで、うん、で OK 懸垂勝負しようみたいな、おお、で俺がもしも勝ったらもう帰ってくれ、おお、なるほど、おお、うん、おお、あんな外人にムキムキの外人に、そうそうそう、おお、英語で言えなかったから俺を、うん、外国の人にファイトって言ったわけ、ファイトファイトみたいな、そしたら喧嘩って意味だろあいつって、うん、そうだ、そしたらもうこのなんていうの、俺たちメンバーがざわついてたら、うん、違う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 、お前何しようとしてんのみたいな、ダメよ、日本人ファイトって言うけどね、頑張れよっていうのある、そうそうそう、ああ、うん、これみたいな、あ、オッケーオッケーオッケー、でこれでまあまあ勝って、あいつはもう死にムキムキだけど重いから全然持ち上がらない、そう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 、で一応帰ってくれたっていう、この事なきを得たっていう外国の方とね、結局写真は撮れなかったんですか。だから写真はぶっ壊れたこけた時に俺も一個外人で思い出したんだけど、うん、僕戸屋で飲んだ時があって、戸屋でね、ビーチハウスみたいなのがあったんですよ昔、ビーチハウス、あーあのバーみたいな感じでしょ、あそこで飲んでる時に、うん、
結構あの読谷の忘年会か地元の友達の忘年会かなんかで、うん、いっぱいあっちって外国人も来るわけですよ。外国人もでその彼女の日本人女性とかもいるわけですよ。はい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 、外国人の彼女の日本人女性、うん、でみんなでわーわー、まだ結構明るかったんですよ、うん、まだ夕方ぐらいから飲み始めて6時になってまだ日も沈んでない状態、はいはいはい、でみんなで海行こうぜってなって、このみもうこの店の中にいるみんなで海に行ったんですよ。お行こうぜみたいな。やば、飲んでから飲んでから、うわもう怖っ。ただただ一応あそこで悪者にはしなかったんで、はい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 、みんなで海入ろうぜとかではなくて、ちょっとみんなでなんか外で乾杯しようぜみたいな感じの、で乾杯みたいな、わーってなって、その日本人女性がなんか知らないよマジで、俺にを OKOKOKYOUYOUYOU、okay, okay, okay. みたいな感じ、日本人女性 YOUYOUYOUOKTAKEOFF、 テイクオフ脱いで脱がされるわけ、脱いでだったらテイクオフみたいな感じ、抜かされてもう全裸にさせられて、はっレッツゴーって海まで走った海に全裸で飛び込むっていう。やいみはや、マジ俺だけなぜ俺と思ったけど、いや俺そんなに、いや外国人の人との思い出じゃないやしや俺そんなにそんなにテイクオフテイクオフって脱いでってな、全裸にさせられ て海まで走らされた、海まで飛び込むっていう、やばいな、最悪でしたよ、最悪でしたとか言うな、その思い出を思い出してしまいました。いいですね、受けるやつ。あ、他にもいっぱい来てますね、はい、ありがとうございます。はい、こちらですね、はい、全部処理してから一旦 CM 行きます。そうですね、はい、全部処理してまた、そうですよ、本当はそうです。あ、処理してっていうのもあれですけどね、あの全部こうね、はい、よろしく読んで、あ、今ツイキャスが一旦切れたんで、はい、このタイミングで一旦 CM 行きましょう。あ、そうですか、はい、そうしましょうか、いいですか、一旦 CM です、はい、一旦 CM です。面白い、ね、全裸で分からん、もう抜かされたわけよ、なんか俺も知らん、俺も知らんけど抜かされてから、すいません、急に切れてしまいました。全くございません。体どうやって拭いたの？もう自然乾燥です。自然乾燥引き続き、絡まれたエピソードを募集しておりますどんどん紹介していきますので、皆さんメッセージよろしくお願いしますなんか絡まれ方したことないから、されたことないから、え、ミッキーとさ、チャッキーとさ、兄弟なんて言うのや似てないだろ、お前髪質だけで髪質だけか。ミッキー何あれ、これこれですか、パーマ当てた、これテンパステンパス、これテンパス、そうだよ、やテンパだよ、や悩むよ、やテンパは、やテンパ悩んでる、未だにちょっと髪型わからん、何もう基本ずっともう上げてるんですよ。あ、下げたら気持ち悪いってみんなに言われるんで、下げたら気持ち悪いって言われて、こいつ頑張って下げてる、こいつ七頑張って下げてるぜこいつ。でもよ、違うばよ、俺は分かったばよ、分かった、長さが足りない、ミッキーはこの時点で下ろしたらちょっと気持ち悪いって言われるかもしれない、うん、はいはい、あの持ってよ、俺ぐらいまで伸ばしてからよ、結構長いばよ、はい、テンパです、結構長いわけよ、長い、この人もやばい、やばい、ここまで伸ばせ、ミッキー一回。ここまで伸ばせばよ。だ、お前は、ヒルルクせん。ヒルルク、ヒルルク。ドクターヒルルク。ドクターヒルルク、わかる？全然わかってないでしょ、お前。そうそう。チョッパーの。ワンピースめっちゃ見ますよ。めっちゃ見る。だから、絶対伸ばした方がいい。あ、伸ばした。あ、こんぐらい強い？か、こんぐらいは、もちろん、俺は強いですよ。はい。さあ引き続きトゥナイト5をお送りいたします。よいしょ。さあ今週のトークテーマはですね、はい、街で絡まれた時の話をですね、皆さん募集しておりますので、はい、ヤンキーに絡まれた話、酔っ払いに絡まれた話、外国人に絡まれた話、何でもいいのでどしどし皆さんお送りください。お願いします。はい、メッセージ来ております。はい、キーちゃんさんです。あ、どうもありがとうございます。ヤンキーとか酔っ払いとかには絡まれたことないです。ナンパとか水商売関係の勧誘みたいな人には数回話しかけられたことあります。困り顔ということでね。あるな。
いやまあ女のお前はないだろや。お前はないよ。ミッキーはないだろ。ミッキーはお前。あ、飲み屋のキャッチとかはよく。いやあれはカメラマンの人じゃないよ。あれはあの人たち仕事でやってる。いやでもね、内地は多いだろうな。いやナンパとかってね、どうなんでしょうね。女性の方はどうなのかな。沖縄で今聞いてる人で、沖縄でナンパされた人いますかね。あ、なるほどね。なかなか沖縄の男性ってこう、まあ奥手だからね。 あれなんです、沖縄だったら、うん、県内狭いじゃないですか、うんうん、だから繋がる、もし繋がるんじゃないですか、はいはい、ナンパして、うん、なんかこのナンパした女の人が、うん、自分の妹の同級生だったとか。あ、まあまあまあ、繋がるよね、絶対にね。それはある。絶対あると思う、マジで。絶対ある。だって内地で、東京とかでね、うん、ナンパしても、絶対にバレない、あ、浮気だ、浮気。しても、絶対にバレないって言われるぐらい、死に人多いらしいから。あー、内地はね。うん、人、東京は、まあ、特に東京はでしょ。うん、東京はもう、東京はめっちゃ多いです。絶対バレないっちゃう。東京出身が少ないぐらいじゃないの、むしろ、本当に。あ、なるほどね。で、稼ぎとかこの仕事関係に来てる人たちもいっぱいいますから。はいはい、はい、多分そうかも。いや、あの女の人ってさ、うん、俺ちょっと思うんだけど、ナンパってやっぱ嫌な気持ちしかないのかな。いや、教えてほしいね。教えてほしい、マジで。これは教えてほしい。うん、ちょっと嬉しいけど、まあ、うん、あのなんていうの、お誘いには乗れないですけど、うん、嬉しいですとかだったら、まあ、なんていうの、いや俺たちはやらないですよ。俺たちはやらないけど、やる人にね、あの、そう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 、参考のために、うん、やる人のためにね、そうそうそう、うん、やりませんから。やる人がいたら、なんていうの、女性ってまあ誘いに乗らない時でも、うん、一応声かけられたら嬉しいってよって教えてあげたいんですよ。そうですよ、本当に。そうですよ、僕たちはしません。うん、僕たちは絶対にしません。うん、ずっとミッキーはニタニタしてますけど。やるんですよね。いやで、だからね、本当に、うん、なんちゅうね、だからこの大学生とかやるでしょね、ナンパ絶対しますよ、ない大学生は。やったことある、ミッキーは。大学生内で、もう大学内でやってます、たぶん。マジな。え、廊下すれ違うとき。あ、じゃあ、じゃあ今も全部今日の後半できたら、はい、まあ一人ずつナンパやっていこうだ。なるほどね。俺なりのナンパ。なるほど、なるほど。じゃあ考えながら、はい、わかりました。はい、ラジオ進めましょう。はい、嫌だな。はい、ゆうみなっこさんです。はい、ありがとうございます。悪いやつには絡まれたことないけど、芸人さんに絡まれると嬉しいかな。お、あ、私が絡んでる側かな。いやいやいや、正解じゃないよ。正解じゃないよ。いや、僕たちも嬉しいんですよ。嬉しいです、本当に。僕たちもむしろね、僕たちなんで、ま、結構芸人の中ではこの、うん、なんていうんですか、シャイな方なんですよ、ギャンギャン。あ、絶対にそうよ。うん、結構自分たちがこう喋りかけるとね。そうそうそう、どんぐらいしたいかって言ったら、だから舞台の上でボケるのが恥ずかしいぐらい。たまにありますからね。本当に大きい声で突っ込む時も恥ずかしいってありますから。本当にありますから。こんぐらいしたいですか、僕たちは。シャイなんでね、うん、全然絡まれたら嬉しいです。めっちゃ嬉しいです、本当に。いや嬉しいですね、ファン、芸人さんに絡まれると嬉しいって言われると。だからもう、だからユーミナさんにはもうあれガンガン行きますよ。ガツガツ行くよ、もう今回から。多分ね、うん、来月から綺麗になると思います。そんぐらい行きます、僕たちは。そうですね。は、ミッキーはあれ空手やってるさ。はい、だから空手やってる系でなんか絡まれたりとかないの？あ、絡まれたりって、だからこのファンの方に。あー、ああ、なるほどね。さっきのなんていうの、冗談回し蹴り素敵でした的な。あ、なるほど。うん、全然ないです。なんで あそこで。ないんかい。ないんかい。男からはあるんじゃん、じゃあ。男もないっす、ね。男もないんかい。あ、でもお前あれでしょ、この。大会の団体競技であるでしょ、はい、このなんていうの、中堅とか大将とかなんかあるじゃん、はい、その位置的にはどこなの。あはあはあ、大学はなんかバラバラで。そうなんだ。たまに、まあ一応全般全部やったことあるんですけど、高校の時が、うん、この2年1年生の時はやっぱ先輩たちがいて、うん、2年からこの1個上の先輩たちが引退したから、自分ずっと先鋒でした。先鋒なんだ。先鋒って大事じゃないわ。お前一番最初ってこと、先鋒って。一番最初です。一番最初、団体戦で一番最初。対象感半端じゃないけど、全然映してませんけど、ついて。そうそうそう。そういう人なんです。先鋒と対象は、うん、そのチームの中で強いやつらしかできない。はいはいはい、それはそうですよね。先鋒やっぱ絶対そう、勝ちは大事ですから、一生の盛り上げ切れるやつが先鋒、うん、先手必勝っていう言葉もありますからね。だからあれよ、吉本、うん、のお笑いライブで。ああ、そうね。もう先方はやっぱり一番強い、ウリズン桜さん。そう、バーンって、うん、バーン笑い取って帰ってきて、でヤースにダメ出ししてますからね。毎回毎回今言わんでいい。今いいことじゃないからね。
はい、これちょっと一旦メール来てるんで、メール来てるんで、ありがとうございます。ギャングマンモスさん、こんばんちゃ。こんばんちゃ。今日も楽しみマンモス。ありがとうございます。マンモスパオーン。トゥナイト5開始して数秒後、ラジオから聞こえるおっさん、おっさんの紹介にとあるラジオ CM 並みにミキオさんって誰って突っ込んでしまったモンチッチです。はい、ありがとうございます。芸人さんですか、それともラジオ局に住み着いたラジオ局の妖精ですか。いや、妖精ではないです。しようとしたらじゃなかったみたいですね。ラジオしてるなら聞いてみたいです。して、コンタクト違いで勘違いしたのに対して私もあの面に装着するやつかと思ったことになぜか遠回しな恥ずかしさを感じ、なんでですかのでございます。してコーナーパオーマンモスもゆたしくです。はい、ありがとうございます。やっぱ誰ってなるんですね。いや、なるよ、なるよ、当たり前、お前なるよ、お前。沖縄シティジャックだったらまだわかるけど。そうそうそう、まあ、もしは芸人の番組に、うん、そう、お前一般の。いやいや、もうこれは本当にいいことなんだけど。まあ、全然いいことだから、あの、来るんだったら一言入れとけっていう。そうそうそう、そう、そう、じゃあ、そういうことよ。このからじゃあ、今度から今度からな。ああ、頼むよ、本当に。絶対に入れるよ、マジで。俺たちが下手みたいに思われるからな。、うん、そうだもん、急に。そうそうそう、急にお前、ゲストがいっぱい喋ってるって思われるから。そうだよ、来るときはちゃんと連絡しないと。なんか何も喋らんばや。なんか喋らんお前、ほんとに。さあ、続いてメール来てます。パオーン、パオーン。よびしこジャパンは新しい靴を2足買いました。ダイヤツ何の話しようっていうツッコミ希望。あ、おお、ちゃんとやりましたね、小橋川君が。そうですよ、絶対やりますよ。ヤングマンモスさん、先駆けバーバリーあ丸さんには負けないでね。やがましいわ。マネージャーの石川さんにもよぎしこお伝えください。よぎしこジャパンでした。リクエスト平井堅楽園。いや、頼んでません。リクエスト募集しておりません、こっちは。じゃあ楽園。いや、聞いたことない。楽園。いや、こんな音じゃないのか。楽園楽園楽園。いや、ハレルヤの曲に載せるな。ハレルヤの曲に載せるな、お前。おい、はい、どうでしたかね。はい、あ、ちいさんからも。あ、どうも、来てますよ。はい、こんばんは。わ、はい、こんばんはということでね。沖縄モンチッチさん、おお、来ました。23日 WBC 行くよ、楽しみって。ありがとうございます、本当にね。まあ、このついでなんですけど、1月23日に我々あのギャングマンモスとかが出ます。はい、吉本 WBC というライブが、わらばの方でありますので、ぜひ皆さん時間ある方はお越しください。お願いします。開演がですね、うん、17時開演が17時、会場が17時、開演が17時半、はい、あ、19時半ですね。そうですよ、となっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。はい、お願いします。お願いします。じゃあ沖縄モンチッチさんのチケットはじゃあこちらが用意しとくんでね。はいはい。はい、じゃないで。お願いします。ツッコめやお前ぐらい。お願いします。出ました、ピーチキャッスル前城翔から来てます。はい、刺身定食。どういうことや。どういうことや、マジで。マジでや、お前見てみや、こんなにいっぱい人いるのによ。ミッキーしか笑ってない。マジよ、お前。いや、芸人かこいつ、本当に。ピーチキャス。もっと面白いの送れや、お前。バカや、お前。漫才ができればいいのか。メッセージもちゃんと送れや、お前。ピーチキャス言われてるぞ、お前。超言われてるぞ。ピーチ怖い。はい、チーさんからです。はい、どうも。こんばんは。2回目。2回目。もう、いやいや。はい、モンチッチさんからも来てます。おー、うるさいな、お前。おい。おい、ミキオ君、うるさいな、お前は。トゥナイト観覧帰りに二度ありますが、今のご時世なので即水は海とわりました。知ってる人から誘われると嬉しいです。全然意味が分かりません。モンチッチさん、もう一回送り直してください。すいません。あ、ピーチキャスの前城翔さんから来てますよ。俺行こうとしたやっさ。これに来いや。じゃあ来いよ、お前。マジでお前何してるか。お家で暇してんだろ、お前。絶対そうだよや、国平や。マジでピーチキャッスル、皆さんね、ピーチキャッスル木曜日担当してますので、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。そうですよ、ゴリラみたいな声してるやつがピーチキャッスルの前城翔です。上手なんですよ、ゴリラみたいなんですけど。声がゴリラみたいなんだよな。はい、もう一中、もう一中。もう一中。もう一中。はい、もう一中ですよ。もう一中メール来てます。ギャングマンモスはね、ツーって言わないですね。うん、そうです。チュー、ギャングマンモスさん、マンモスパオーン。マンモスパオーン。絡まれたことはないけど、芸人さんが絡まれてたのを最近見ましたよ。最近も見ましたよ。最近も。最近も見ましたよ。何回も見てんの。かまいたちの山内さんがヤンキーに絡まれてましたよ。ええ。
兵庫のシーチキンボーイさん、いやいやいや、かまいたちの山内さん、いや僕たちはもう処理できないです。なんでなんでなんで、かまいたちさんの山内さんでしょ。うん、そうですよ。バカくやお前、ヤンキーに絡まれてましたよ、笑いじゃないですよ。僕たち、ね、先輩、先輩、大先輩なんで笑っていいか分からないんですよ。そうそうそう。でもね、これは笑わないと、笑わないと、ね、これ笑わないとダメです。いや普通絡まれんだろ。下手くそかも、難しいよ。やいや、まあ、どうやってか、どんどんさっと流します。あ、意味上や。は？何ですか？流れた、流れた。流れてますよ。何ですか？何ですか？かまいたちの山内さんがヤンキーに絡まれてたの。うん。まあ、芸人はありますよね。ある、絶対にある。ヤンキーに、まあ、顔が知れてくると多分ね、うん、今後僕たちもありますよ。あるよ。俺たちはもう今年もう2、3ヶ月後には絡まれてるよ、うん、ヤンキー。絡まれてるよ。ほんと、うん、おいおい、ヤングマンもすごいパオンパオンみたいな。あー、ごめん、こんなんやらない。あ、おい、パオン、パオンしろ、パオンしろ、パオン。おい。はい。いや面白くな、小林面白くな。すいません、お、なんか面白いこと言える。俺ですか、一発ゲットかないのか。ないっす、ないわ。はい、いや、パオンパオンなんか怒って、なんか怒って、なんか怒って、怒って、怒って、なんかジュース怒って、無理っす。え、無理。はい、わかんないっす。なんでわかんないわ、お前。パオン、え、パオンじゃねえ、勝手にパオンすんのお前みたいな感じで絡まれることあんた。絶対あるよ、絶対ある。もう本当に、うん、でもいいかもしれない。無理っす、無理っす、無理っす。本当に無理っす、無理っす、いいかもしれない。ちょっと心折れそうだった俺。でもヤンキー、ヤンキーの立場で心折れそうだった。あ、でもこいつ、あのヤンキーの絡まれ方うまそうやん。ヤンキーの絡まれ方、うん、ヤンキーに、おい、おい、あ、は、お前なんか芸人見たことあるな。芸人だ、芸人だ、芸人か、お前。あ、俺は知らんけど、お前。は、は、俺は、俺も知らんけど。いや、知ってでしょ。俺も知らんけど、知ってでしょ、お前。なんかこいつ、俺も知らんけど。ミッキー、ミッキーだこいつ、ミッキー、ミッキー誰か知ってるし、テレビ出てる、テレビ出てるし、はい、早、ミッキーテレビ出れてるばや。あ、誰だばや。あ、お前が誰かや。あ、誰に向かって言ってる。あ、こいつ俺に言ってたの。お前誰かや。俺に言ってた。誰だばや。さっきまで一緒に歩いてたでしょ。小林、俺と一緒に歩いてたでしょ。じゃあ、バイバイ。怖いや、怖せえや。ミッキー、ミッキー怖いばや、マジで。しゃ、機嫌が良かったらそんなのはあんまり。俺知らんけど、デジ来い、死に来い、俺、お前知らんけどいや、そりゃそうそりゃそうだけど、怖いな。しかも、勝てる自信があるんだつな、こいつはな。あ、俺そうそう、お前知らんけどって言えないよ、言えないや、うん。青木のモンチッチさんからです。 あ、打ち間違いだ、断りが断り、あ、なるほどな、あ、こうね、断りが断りになってるね。なるほど。先ほどのも読んでみましょうか。はい、OK です。トゥナイト観覧帰りに2度ありますが、うん、今のご時世なので即断りました。あ、知ってる人から誘われると嬉しいですということです。なるほど。わー、なるほどね。いや、もう即断ってくださいよ、ね、絶対に、ね、そうですよ。ゆうみなっこさんです、はい、もう一中もう一中もう一中のもう一中。いや、ゆうみなさん、そう書いてないから。もう一中。ラジオ聞いてる人、ゆうみなさんがそんなこと書いてると思う。もう一中。うるさいな。ゆうみなさん書いてる通りに読めよ、お前。チューチューチューまで書いてないから、ゆうみなさんは。メールって可愛いね。ロング文字、ロング文字。しかもテンパーだね。書いてねえよ。嘘つく、お前。ゆうみなさん、そんな文句言う通りに、おい。あ、ちいさんからコンティニューコインもらいました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんコンティニューコインお待ちしております。はい、まあ、ということで、はい、ここで一旦 CM に行きましょう。はい、行きましょうか。はい、じゃあここで一旦 CM です。どうぞ。よいしょ。久々にあんな言い方した。ん、あんな言い方した。壊せよや、お前もして。壊せよや、直せよ。いや、直さんけ、こいつは。もう直させや、もして。いや、今年あの一応言葉遣い気をつけようかなと。うん、直した方がいい。何歳かお前。あの友達にもびっくりした。ありがとうございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしく。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしく。これ意外とあれだよ。温存してるよ。は、嘘。マジっすか。父ちゃんと話したぜ。あったんですよ。温存しかや。温存し何してる。これあれ持ちだよ。俺は金持ちじゃないっすよ。親が金持ちが一番綺麗な。そうよ、本当だよ。親が金持ち、親金持ちなんだろうとか言われてる。そう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 。丁寧にしてよ。はい。宝ですね。あ、そうだよ、なんかお父さん会ったって言ってたやん。いややばいよお前。なんか市役所で会った。いいやつなのか悪いやつなのか分からんなこいつは。いや、御曹司はな。いいやつなんだろうな本当は。御曹司は嫌だな俺。本当は？本当は？どういうことですか？口が悪いだけで。
温存しか口悪いし性格も悪いんで。いやいいなこいつ性格は。あ性格はいいよもちろん、うん、ヤースータイプよ。あーウリズンザクルヤースータイプか。そうそうそう喧嘩強いけど性格がいいパターン、うん、でも中曽根に裏でダメ出しされてるそれは言わんでいいじゃん今言わんでいいそれは。中学の時で喧嘩して自分の骨折りましたから、ね、手の。いやもうどんだけ殴ってるか。俺人殴ったことないけどあるな。なんでお前嘘ついたの。一回だけ本当。俺しょっちゅう弟と喧嘩してからよ。茶殴りしてたやつ。天使かわいそう。いやお前の方がお兄ちゃん。自分兄弟妹なのに殴らないっす。殴らない。俺お兄ちゃんしかいないから殴るね。俺。ああどんまいだよ。マジで。茶殴らない。お前みたいお前みたいなお兄ちゃんばっか。俺マジであの。ヤングマンモスのツナイト5時刻は23時50分を回りました。はいよー残り10分5、6分5、6分ですね。はいジュランさんから来てますよ。あどうもこんばんはうっかり今聞き始めました。かっこちょんかっこてんちょん。いや顔文字顔文字顔文字読むのお前最後まで聞きます。非常に表しにくい三角のやつだったら読んでいい。非常に表しにくい顔文字読むの。本当にあのコードになってるよね今顔文字が、ね、本当に。わあジュランちゃんありがとうございます。ありがとうございます。最後まで聞きますということでね。もう絶対に聞いてください今からだったら。今からだったら。今帰られたらショックしか。そうそうそう。ショックしか受けない。ショックしか受けないね。ああ沖縄モンチッチさんでーす。頭綿あめみたいだったね。誰俺だ。お前でや。お前で急に俺の話になってるもん。だお前のテンパーの話を。いや嘘でしょ。うん嬉しいわ急に自分の話に乗ってから。嬉しくねえ綿あめって言われてんだよ。テンション上がっちゃう。甘くないよやって話でおピーチキャッスル前城しておきました。あどうも前城。まあ面白いメッセージがあるんでしょうね。読んでみましょう。小場所ツイッターのトリクルどうにかしようとなんか通ってだからこれをボケなのかわからんわけよこいつマジでツッコミなんか通ってほらもうミッキーがの首かしげてるよ。もう頭も抱えてもう。もう木曜日が心配になるぞみんな。ピーチキャッスルの番大丈夫かおい。とうとか。確かにね、でもね、うん、毎週当たってますよ。何ですか？ツイッターの小場所の、うん、あのトレクル？トレクルね。あれ何なの？あれはね本当に。お前全然いつもつぶやかないくせによ。あれのおかげで200通ぐらいツイートするの。うん月の。俺はもう黒大老画面が欲しい一心だ。知らんって言ってるでしょ。欲しい一心だわけ。星一心でトリクルやってる。やってない。フォロワー280名ぐらいか250名から80名を犠牲にすんの。犠牲にしてる。毎回毎回なんかあのトリクルのね画像。電電虫がなんとかみたいな。電電虫を見つけましたみたいな。見つけましたみたいなのがよ、うん。お礼に黒大老眼をあげましょう。いや知らんよ。別のとこでやれもうあっち側アカウント作れよお前。無理よそれは。なんでよ。できるよ。ゆうみなあっこさんからです。ありがとうございます。私も。テンパーだよー。小さい頃は具志堅用高とか言われてたよー。アフロマジか。もっとポップな感じ。ジャッキーさんお互いめげずに頑張ろうね。そうですね。いやいやいや、ゆうみなさん隠した方がいいですよ絶対。なんでいいですよ。あんまりいいんじゃないですテンパーっていいんじゃないです。マジなの。あのだって自分髪の毛するとき、うん、あのジェルとかつけて固めるじゃないですか。ああセットしたときに、うん、したらみんながなんか髪型違くないみたいな。ああちょっとセットしてただけだ。ああはいはいはい。かけてないこれテンパ。ああ一応それはあるよ、ね、いいなーって言って羨ましがれるんで、うん、はい、はい、もし金かけないとこんな髪ができないだろう。おーええー、デジポジティブ。そうだよ本当にこれただど俺最近あのパーマ当てたわけよ本当に3日前ぐらいに、うん、でチャッキー迎えに行ってでチャッキー助手席に座ってで俺パーマ当てたって言ったわけ、うん、そしたらテンパーでよやって帰ってきたから全然俺のパーマこいつパーマ当ててんの知らんかったわけよ。で車迎えに来て車に乗った瞬間パーマ当てたとかって言うから、うん、俺いじってると思ってから、うん、テンパーでよやってちょっと強めに突っ込んだからいや俺みたいなあお前かってお前かじゃないよ。いや本当にねでもねテンパ俺大変だけど俺サラサラがいい全然、うん、超サラサラがいい、
絶対に。一応よく言われる、俺もあの、うん、あパーマってからあパーマテンパーこれみたいな、うん、いいなって言われるけど、あーありがとうございますって言うけど内心はそんなに嬉しくない。嬉しくないんだ、うん、だって朝とか超大変よ。あそれはわかります。朝大変、髪伸びてきて、うん、寝て起きるじゃないですか、うん、なんかもう爆発して、うん、たまにお風呂入りながら直しても、うん、たまに跳ねてるんですよ、どっか、うん、はい。俺最近朝起きてから、うん、こっち俺こっち横サイドあの刈り上げしてるんだけど、うん、朝起きたら勝手にメンディーみたいなってた、うん、いやいやいや、なんでよ昔のメンディー、こことここ整ってるもんお前勝手にメンディーみたいになりやがって髪の毛。だあれをあの子供が固めてんだ。いや勝手に俺の髪の毛。そう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 。はい、時間もギリギリになってきましたよ。はい、はい、ジュランちゃんです。はい、どうもありです。自分ギャングマンモスのツイート通知が来るんですけど、小林さんのトレクルずっとだよな本当に。でも周りの人みんなしてますよ、自分もしてますし。いやジュランちゃん全然してない。ジュランちゃんしてない。こいつも異常にしてる。異常異常。あでもツイッター凍結するまでずっとトレクルの、トレクルしかない。やっぱ来るんだこいつのよ。一旦あのツイートの場所まで行ってから、うん、画像のあの欄を押せし黙れよやコンピスから分かります分かります。どんだけこいつツイートしてるんだって思う。なんか最悪の最悪の世代集合みたいな。スクロール1回じゃ、あそうそう正解正解。1回じゃスクロール収まらない。黙れもいいやしたよ。いいやしたよ。あと30秒、はい、じゃあ僕もそろそろねあの、はい、いいツイッターやるっていうのをね、はい、心に決めました。はい、ということで時間はすみませんね、来てください。あ、テンパ、いっぱい来ますよ。あ、テンパ大好きで、大好きだけど、うん、これだけは絶対に読まないこうと思ったんですけども。はい、ということで19分になりました。はい、はい、ということで、うん、火曜日担当ギャングマンモスでした。また来週も聞いてください。明日は飛び出すマーメイドです。はい、ゲストのミッキーでした。ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。はい、バイバイ。また来週。テンパーで2人でキャストだから私からしたら羨ましいです。めっちゃできる、めっちゃできる。カーラーしても反発しまくりでくるくるできないですよ。カーラーね、カーラーでしょ。